ナンカヘブンの謎に迫る。聞けば聞くほどハマる中毒性とライブパフォーマンスの魅力を徹底解説。ナンバーアンダーライン愛の音楽に隠された秘密。ナンカヘブンという曲を初めて耳にしたとき、多くのファンがその不思議な世界観に引き込まれたことでしょう。曲名からしてすでに異色で、さらに曲全体の雰囲気もどこか現実離れしているように感じられます。岸くんがプロデュースしたこの楽曲は、 彼が得意とするメローなアルビーの要素を存分に取り入れながらも、独特のリズム感と歌詞の曖昧さが、まさに天国を彷彿とさせるような、捉えどころのない雰囲気を漂わせています。この曖昧さこそが、ファンを引き寄せ、何度も聴きたくなる中毒性を持つ一員なのかもしれません。宮城で行われたツアー初日も、この、南下ヘブンが大きな話題となりました。ライブでのパフォーマンスは、 彼らのダンスとボーカルの融合が見事で、ファンにとっては一つの忘れられない体験だったことでしょう。特にアイスのダンスは初披露されたもので、そのインパクトは絶大でした。ほっぺた食べるタイプというジョークに声を上げて笑った観客も多く、その自由奔放な空気が、楽曲の魅力をさらに引き立てました。なんかヘブンの歌詞自体は抽象的で、意味がつかみづらいものの、解説を聞いてから改めて曲を聞き返すと、 徐々にその奥深さに気づくというファンも多かったようです。この曲の魅力は、その分かりにくさ自体にあるのかもしれません。多くのリスナーが初めて聞いたときに、何が起こっているのかよくわからないと感じる一方で、繰り返し聞くうちにその独特のリズムやフロー、歌詞の響きに惹かれ、やがて中毒になってしまうという現象が起きています。特に、歌詞の中で、しゃがむなどのフレーズが頭に残り、 そのリズム感が耳かから離れれななくくるという声も多く聞かれますこの曲の不思議な魅力はまさにその曖昧さとシンプルな言葉が持つ力にあります。何度も聴いているうちにリスナー自身がその曖昧さの中に潜む意味を見出し自分なりの解釈をするようになるのです。さらに面白いのは彼らの MC やパフォーマンスにもこの曲の曖昧さや不思議さが反映されている点です。 ステージ上での彼らの様子は、どこか曖昧で捉えどころがなく、ファンがその不思議な空気に引き込まれる一方、終始に焼けてしまうような軽妙さが感じられました。3人がグダグダとした雰囲気で歌うスタイルが、この曲のテンポと相まって、リラックスした中にも独特の緊張感を生み出しています。ファンからの声にも、酔っ払っている時の歌として共感される場面が多々ありました。実際、平野くんが、 ほっぺた食べるタイプなんですと真顔で言い放ったとき、観客は笑いに包まれ、その瞬間が楽曲の持つ遊び心と共鳴していました。ファンの中には、この曲を聴けば聴くほど癖になり、プレイリストに流れると気分が上がるといった感想が多数寄せられています。特に、渋谷の若者をイメージしたというこの曲は、現実の彼らとは全く異なるキャラクターやシチュエーションを想像させ、これが逆に曲の魅力を倍増させているのです。 また、この曲を聴くことで、自分の過去の思い出や体験を重ね合わせるファンも多く、道玄坂でライブに行って、酒を飲んでラーメンを食べて、ヘロヘロになりながら帰った、という若い頃の記憶が蘇った、という感想もありました。このように、曲のリズムやメロディ歌詞がリスナーに個々の思い出や感情を引き起こさせる力があるのです。そして、それが何度もリピートして聴きたくなる要因となっているのでしょう。 さらに興味深いのは、この、南下ヘブンが単なる名帝ソングではない可能性があるということです。あるファンは、楽曲に隠されたサウンドロゴに気づき、それが彼ら自身を強く象徴しているのではないかと考えました。岸君プロデュースの曲は、往々にしてその意味深な要素が含まれており、単純に聴くだけでなく、深く考察する楽しみも提供してくれるのです。南下ヘブンも例外ではなく、 リスナーがが解釈すするる余地をを多く残ししてていいこことののの曲魅力一部成ますそして、この曲がライブでのパフォーマンスにも大きな影響を与えています。宮城のライブ参戦者からは音響の素晴らしさが際立っていたという報告があり、この曲の持つ独特のグルーブ感がライブ空間全体を支配していたようです。特に、最初の数曲は観客も圧倒され、 何が起こっているのかを理解する間もなく終わってしまったという感想もあり、その臨場感がライブの魅力をさらに高めています。ライブパフォーマンスの中で、この曲が特に際立っていたのは、そのリズム感と、3人それぞれのボーカルスタイルの違いが見事に融合していたからです。平野くんのしっとりとした歌い方、岸くんの柔らかな RB スタイル、そして神宮寺くんの安定感のある歌声が、絶妙なバランスで織り交ぜられ、 曲全体に深みを与えていますこの3人の異なるキャラクターが1曲の中でそれぞれ輝きを放ち、リスナーはその変化を楽しむことができるのです。また、彼らがステージ上で見せる即興的なやり取りも、この曲の持つ自由奔放な雰囲気を象徴していると言えるでしょう。例えば、平野くんが突然、ほっぺた食べるタイプと言ったり、岸くんが指を食べていたというエピソードが、ファンの間で笑いを引き起こし、 それがままた楽曲への親しみを増幅させていますこうした一瞬のやり取りが曲のリズムやメロディーと絶妙にマッチしライブ体験をより豊かにしているのですさらにアルバムの中で「南下カヘブン」が2曲目に配置されていることも注目すべき点ですかつてのアルバムで言えば B 面のラスト手前に位置するような曲調でありながらあえて序盤に配置することで彼らの音楽的な挑戦や冒険心を感じさせます このような柔軟な発想は、彼らのフレキシブルな音楽性を象徴しており、ファンにとっても新鮮な驚きとともに受け入れられているようです。ファンの間では、ライブでのパフォーマンスが特に話題になっているのも納得できます。ライブでは、音楽そのものが持つエネルギーやグルーブが一層強調されるため、アルバムで聴くのとはまた異なる魅力を感じることができます。例えば、宮城公演では観客全体がこの曲に酔いしれ、 リズムに合わせて身体を揺らしながら一体感を感じたという報告が多くありました。ステージ上の3人は、自由奔放なやり取りをしながらも、音楽に対する集中力を保ち、その場の空気を見事にコントロールしていました。彼らの表現力は、単なる歌やダンスにとどまらず、その場の雰囲気を一瞬で変える力を持っており、これが、なんかヘブンのような曲では特に効果的に発揮されていました。また、ファンが、 この曲を聴くと何かを飲んでリラックスしているような気分になると表現することも多いです。これは曲のリズムやメロディーが日常の忙しさやストレスから解放される瞬間を象徴しているからかもしれません。現代社会ではストレスや不安が常につきまといますがそんな中で南かヘブンのような楽曲が一種の逃避場所や癒しの瞬間を提供してくれるのです。特に 日常生活の中で感じる些細な不安や悩みを忘れさせてくれる音楽として、多くのリスナーに愛されているようです。一方で、この曲には単なる癒し以上のものが隠されているとも言えるでしょう。それは、歌詞やメロディーに込められた深層的なメッセージやテーマが、リスナーによって異なる解釈を許容する点です。ファンの間では、歌詞の「しゃがむ」というフレーズが特に印象的だと言われており、 そのの曖昧な意味がかえってて曲の魅力を増しているとも言われますこれは岸君自身が意図的に意味を持たせないようにした部分かもしれません。歌詞の意味やメッセージが明確でないことが、リスナー自身の自由な解釈を促し、それぞれが異なる体験や感情を曲に投影することを可能にしているのです。さらに、彼らのライブや MC でのフリースタイルなトークや、ステージ上での即興的なやり取りも、 楽曲のこの曖昧さを象徴しています彼らがリラックスした雰囲気の中で冗談を言い合いながらパフォーマンスする様子が楽曲の軽妙さや遊び心と絶妙にシンクロし観客に一層の親近感を与えているのです。これにより楽曲が持つ独特の世界観がライブの中で一層鮮明になりファンはその場の空気感を共有することでより深く南下ヘブンの世界に没入していきます。 なんかヘブンというタイトル自体が曖昧さや謎めいた要素を強く打ち出している点も見逃せませんこのヘブン天国という言葉が持つ抽象的で漠然としたイメージが曲全体を包み込んでいます天国とは本来人々が抱く理想郷や安息の地を象徴するものですがここで使われているなんかという曖昧な言葉がその意味をぼかし現実と非現実の狭間にあるような曖昧さを表現しています この曖昧な感覚が聴き手にとって自分だけの天国を見つけるきっかけとなるのでしょう。リスナーが自分自身の経験や感情とリンクさせることで曲の中に自分の天国を感じることができるという点がこの楽曲の魅力の一つと言えるでしょう。またこの曲の中にはメロディーの変化やリズムの揺らぎが随所に見られそれが曲全体に深みを与えています。リスナーは 単にリズムに乗って楽しむだけでなく、ふとした瞬間に感じるメロディーの変化や、リズムの微妙な違いに気づくことで、新たな発見を得ることができます。これが何度聴いても飽きない理由の一つであり、リスナーにとっては繰り返し聴くことで得られる喜びや満足感が増していくのです。そして、この曲が持つ独特のグルーヴ感や曖昧さが、何度聴いても飽きることのない不思議な魅力を持っていることも、ファンにとっては大きな魅力の一つです。 歌詞ののの意味を深く考察すするのも楽しみの一つですが、単純にその音楽に身をいね感覚的に楽しむこともできるという点が南下ヘブンを特別な曲にしているのです。最終的に「南下ヘブンは」は音楽的にも感覚的にも幅広い解釈を可能にし聴く人それぞれが自分なりの天国を見つけることができるような非常にユニークな曲であるといえるでしょう。